ではキングダムハーツ番外編始めていきます。今回から裏ボスを倒していこうかなと思いますが、まずはあのやつを、片役の天使をやっつけていこうかなと思うんですが、現在の空の状況がこんな感じです。すいません、やりすぎましたいやね、楽しかったんだよ。すげえね、レベル上げる作業楽しくてさもうね、気がついたらみんな100だったわまあどんな感じでね、あのレベル上げたかっていうのは結構有名な方法があるので、動画の最後におまけとしてね、あのご紹介したいなと思いますが、とりあえずごめんなさい、レベル100にしました。レベル100に上げて謝るってすげえなと思うんですけれどもねそして武器がこちらです。アルテマウェポン、もうねすごいよね、これサシャなのよロッテの高級なチョコレート菓子なのよっていうね。ということで、美味しそうな感じのキーブレード取りました。これね、もうね、無印じゃなくてファイナルミックスになることによって作るのすげえ難しかったんだよね。大体のレアハートレスを倒さなきゃいけなかったということで、まあでもね、あのもろもろ込みでアルティナイポン作るのとレベル100にするのもろもろ込みで、まあ10時間ぐらいでなんとかなりましたね。2日ぐらいでなんとかなったっていう感じなんですけど、でアクセサリーがこんな感じです。リボンですね、すべてのダメージを 80% に抑えると。でこのコズミックアーツとクリスタルクラウンでこうステータスを上昇させたという感じでございます。で一応ね、アイテムは1回全くゼロ、エリクサーこれ全部埋めたら多分ゴリ押しで勝てちゃうんじゃないかなということでゼロにして、まずは攻略を見ずに突っ込んでいこうかなと思います。でボコボコにされた後攻略見て倒そうかなみたいなまあでもいけそうだったらちょっとね、攻略見ないでとりあえず頑張ろうかなというそんな感じでございます。ということでいくぞ、この一番下のハテナハテナハテナがやつです。やっていこう。いやー、現在の収録日2020年の12月17日なんですが、明日ね、スマブラのセフィロスの使い方公開ということで、いやーもう楽しみだわ。まあでもスマブラでやる前にまずはキングダムハーツでセフィロスに会いに行こうじゃないか。かっこいい。左翼の天使、うおー、もう最初からセーファーセフィロスみたいなもんじゃん、これ。天使だから羽ついてるもんね。うわ、ジェネシスを思い出すな、この黒い片翼セフィロス。おい、これあれなんだよね、なんかね、話聞く噂によると、このファイナルミックス版で追加されたボスだから、こう英語版しか音声がなかったんだけど、図に乗るな。うわー、これがあれ、ファイガーウォールか。この HD 版になったことによって、図に乗るな、危ない、ちょっと待って HD 版になったことによって新たに日本語音声を森川俊之さんで収録してくれたというね、話を聞きましたよ。危ねえ、これ図に、まあこのファイガーウォールがきついな。待て、まず AR 側をかけて OK、 いいよ。てか減らないんだけど、なんで、あ違う、これ減らないんじゃねえわ、危ねえ、減らないんじゃなくて、このスラップショットが強い、 HP が長すぎて減らねえんだこれ聞いてはいるよね。だからこの遠くからもストライクレイド、ストライ、いやもうこれ待って、これで MP 使うのきついな。ジャージメント、そう、このストライクレイドが無敵だから、これをうまく使いたいんだけど、やばい、待てよしよ、やばい、 MP がもう切れる、いけるよ。待て、これ近づくとファイガーオールの終わり際が効くな。いいよ、待てちょ、このファイガーオール終わりが、よし、いやー、待て、危ない、待て、これエアロガで使うのもったいねえな。よし、いや効かねえか、このあれがスタンインパクト効かねえか、これやべ、舞い降りろ、待て、危ねえ、これ舞い降りろは多分あれだよ、心ない天使だわ。よし、いいよ、なんとかいけるか、これなんとかいけるか。ロックオンがワープすると切れるのがきつい。で待て、でこのファイガーオールはこれリフレクターカード効かねえか。やばい、 MP がなくなる、これ MP なくなった時が終わりだわ、もう痛い、
おい、やべえ、これちょっと待って、次3インパクト外すべきだな。前よりろ、来た、これ危ねえ。これ食らうともう確か HP1 になるのよ。これ MP もゼロになるか。よし、いいよ。くそくそ、きつい。おい、どこ行った。いいよ、もういっしょ、もういっしょ。ファイガーオールが厳しいな。ファイガーオールどうやって避ける。うおー、なに、痛い、ダメ。ガードガード、くそ、かっこいい。わ、やばい、かっこよすぎる。危ねえ。いいよ、これマイオリルの心のない天使、これ一回食らってみるっていうのありか。いや、もう勝つんだよこれで。で、はい、やば、後ろ取られるのきつい。どっちロールで。なやろ、いけるよ、これいけるわ。おい、なに、選ばれしも、ちょ、待って、来るか。いや、なにこれ。やばい、やばい。メテオ。やばい。ミッドカルがなくなる。え、こんな攻撃ある。ちょっと待って。ぐるぐる、ちょ、もう、ずるい。セミロスずるすぎるんですけど。危ねえ。そう、リーフベールの無敵時間で避ける。今。無敵時間か。いや、これ大丈夫だ。このファイガーオールがずるいわ。わあ、これスマブラに出ねえかな、これ。ファイガーオールって多分これあれだよね。キングダムハーツのセミロスオリジナル技だよね。これ使いたいところ。ちょ、待って。これスマブラで使いたいよね。はい、よし、いいよ、ボルテックス効いてる。よし、上から。あぶねえ。上からスーパーグライドで行って。ねえ。よし、いける。やばい、でも MP がなくなってきてる。やばい。危ないよ。よし。そう、これスーパーグライドに近づくって何だな。よし、違う。やばい。あー、やばい、ミスった。嘘。やばい。参りました。いや、でもこれいけるわ、これ。いけるぞ。今のが心ない天使ですね。MP もゼロになるのきつすぎじゃないこれ。心ない天使、マセフィルスといえばなんかこの技っていうのもなんかありますよね。いやー、なんかスマブラで技採用されてそうだわ、心ない天使は。シャドウフレアとかあったよね。セフィロスのあの参戦ムービー見たわ。さあ、プラチナマッチ。いやー、やばいこれ。いや、待って、ボルテックス一回抜こう。ボルテックスと、このスターインパクト、これいらねえわ。これ抜いて、でね、やっぱコンボプラスはね、入れちゃダメだと思うわ。なるべく早めにそのファイナルフィニッシュ技出さなきゃいけないと思うから。ボルテックスと、これいらないね。ただ、このスラップショット。前方の敵に素早い攻撃を繰り出すこの、これ。これはかなり有効だわ。これすごい有効で。で、遠目から、この、スライドダッシュだっけ。これはね、かなりいるわ。この二つで頑張る。いくよ。絶対勝つ。いやー、これ飛ばしたくないな。ちょっともう一回見よう、もう一回見ようぜ。この上の魔法陣から召喚されるのめちゃめちゃかっこよくない。もう黒魔術なのよ。黒魔術で召喚されてる。私は思い出にはならないさ。かっけー、ジェニス、ラブレスよ、ラブレス。黒い肩よくの、もうなんかジェニスを引き継いでるって感じがするよね。クライシスコア、ファイナルファンタジー7。いくよ。やっぱこの肩よくの天使のイントロがいいよな、もう。めちゃめちゃテンション上がるもん。人のテンションを爆上がりさせる効果がある、この肩よくの天使のイントロ。いくよ。よし。もうこれさ、まあ、そのままこれ、行っちゃって、山で。ダメだ、この、図に乗るなの後に、この、スライドラッシュだ。これがいける。図に乗った後のスライドラッシュ。図に乗ります。待って。リーフビルドが行く、スラップショット。危ねえ。攻撃から無敵がなくなるんだよな。あ、この小ジャンプいける。小ジャンプからの攻撃で、ほらセミロスの攻撃を受けられるわ。
ファイガーウォールは避けられないけど、いける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 、やばいやばいやばい、これはぶねえ、あーやっちゃったダメだ、つまんねえの、これ使われると終わるわ。あれどうする、あれ届かなかったんだよな。だから常にちょっと待って、もうさすがに飛ばすわ。いや待って、ごめん、やっぱり聞くこれイントロからのバトルに入る流れが最高にかっこいいから、ちょっと待てよ、常にフィールドの中央によ、いつ心ない天使を使われても即座に対応できるように常にフィールドの中央にいてセフィロスと対峙することにしよう。行くよ行くよ、いやもうキーラをぶった切った直後にこのイントロが流れた時、スマブラの参戦ムービーめっちゃテンション上がった本当に、うわーセフィロスーって言ったもん俺それだね、スマブラの話ばっかりで、いやーでもさタイムリーだからよ、絶対使う、まあ真ん中の真ん中ので、そうそうそう、この上ショージャンプからのこれいけるわ、図に乗ってるよね、図に乗ってるよね、スライドダッシュいいよ、オッケー、図に乗る、危ない、よしよし、でスライドダッシュ、いいねー、これ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 、リーフベルスラップショット、やばい、あぶねあぶね、今の前よりされてたら終わった、危な、ショージャンプショージャンプ、いいね、いいよ、スライドダッシュの、オッケー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 、あーやばい、図もう図に乗りすぎ、ごめんなさい、図に乗ってます俺、よーしよしよし、やばい、ちょっと、ま、真ん中に真ん中に来るわ、いや本当挑発してる、ずるい、それずるい、それずるいってずるすぎる今の来るがいいで挑発して後ろ対角に飛んですぐ心ない天使ってセフィロス、お前英雄らしからぬ、英雄らしからぬ技使ってきやがって、ちょっと待って、今の挑発に乗らないようにしよう、ね、あーやばい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 、やっちゃった、あーこれ間に合わねえ、くそ待てよ、いやーリフレクターで行きたかったな、オッケーオッケーオッケー、弾き返してからが強い、で図に乗るな、来る、そうそうそう、これなとこれなとこれなとスライドダッシュで弾き返してく、そうそうそう、このまま、このファイガーウォールがチャンスだな今、オッケー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 、マシャレマシャレ、たまにこういう時もある、でくそ、よーしよしよし、図に乗って、ごめんなさい、図に乗ってなさい、図に乗ってないです、いいね、痛い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 ですよ、そう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 、いいよいいよ、オッケー、でかい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 、これでかい、これでかいよ、そう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 、カウンターがはまるとね強いよね、この後この後この後、そうそう、これこれこれ、危ねえ、やっぱ斬鉄剣効かないか、次外すわ、やばい、来るがいいのか、やばい、あぶねえ、舞い降りろ心ない天使、よーし、うまい今のカウンター、いいよ、回復、ナイス、やばいやばい、待て、終わりでしょ、来た、うまいうまい、はい、うますぎ今の、これうまいよ、来た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 、危ない危ない危ない、いける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 、絶対いける、でファイガーウォールの後、これこれ、いいよ、離れろ離れろ離れろ、でもう一丁、うますぎ、やばい、危ねえ、前よりより来るかと思った、よし待てよ、くそ、あーこの後この後、あーくそ惜しい、
う絶対やらせんぞ。あー、また来た、また来た、また来た。選ばれし者だ。ちょっと待てよ。そう、来るがいいの。あと私となる。またそうやってクロマテリアを。待て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 、これ空でこうやってぐるぐる回るってのはどう。オラに力を分けてくる。からそうそうそう、外周をくるくる回ればいいんだ。これでまあ多少隕石に当たるけど、オーケー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 、よくないけどあんまり。こんな面白い、こんなこの野郎、やばい。よし、そこまで。これチャンス、オッケー。あ、やばい、くる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 、迷いくる迷いくる迷いくる、真ん中真ん中真ん中、常に心の天使警戒警戒。あとゲージ1本来たよ。いけるよいけるよいけるよ、あぶね。よし、いける、あぶね。オッケー、やばい、くるくる、前より前よりくる、あぶね。よし、いけるいける、怖い。まだ回復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 、やばい、いけ、もうちょい、おりゃ、よっしゃー。うー、最後ちょっとピカピカ白く光って見えなかったじゃねえかよ。とどめが見えなかった。まあやっぱいいところはクラウドに譲ろうじゃないか。片翼の天使、あ、なるほどね、そういうキーブレード、ブレードマスター、これで全てのキーブレード取りましたね。お、トロフィー獲得、いいね、いいトロフィーネームだね。さあということで片翼の天使よ、これか。基本攻撃力は低いですが、時折出るクリティカルヒットは超強力です。ただし最大 MP が2。あー、でもクリティカルヒットが強力なのか。おーい、かっけー、エフェクトかっこいいねこれ。ボンボン燃えてるわ。へえ。お、あ、なるほど、出たらこれイベントが食らうぞ。やっと会えたな。おお、ちゃんと会話する。俺も探していた。お前が存在する限り俺は悪夢から覚めることができない。お前は俺の闇だ。ならば闇へと誘おう。永遠に光を奪い覚めることのない悪夢の中へ。やっぱこのタイマンかっこいいよね、クラウドとセフィロス。おお、もうバチバチ、もうスーパーサイヤ人2じゃないの、かっこいい。大地が揺れてるぜ。なるほどね、こうセフィロスはね、この空と戦ってる時はまだ手加減してたっていう、そういうことだよね。クラウドと本気で戦うと。でもあれなんでしょう、噂によるとさ、セフィロスってこう左利きなんですよ本来。政宗を左で振って戦っているのに、このキングダムハーツ1のセフィロスは右利きだと。あれってことはナメプされているみたいな。手加減してるんじゃねえかって。2からね、2からあのちゃんと左利きになってるんですけど、
まあ多分スタッフのミスかもしれないんですけどというね、まあなんかそういう設定があるとは思うんですが、さあということでセフィロスを討伐いたしました。まあ世にはね、そのプラウドモードでレベル1ノーダメージ撃破みたいなのもたくさんあるんですけど、まあたまにはこういう通常ド正面プレイみたいなのも、たまにはいいんじゃないでしょうかということで、どうかお許しいただければと思いますまだアイテム使わなかったからな、アイテム使えば多分まあ初見でもいけたのかもしれないんですが、さあということでとりあえず今回はここら辺で実況は終わりにしたいなと思います。後半はね、あのおまけをお送りしますので、そちらもどうぞご堪能ください。ということでお疲れ様でした。次回あの謎の男を倒していきたいなと思いますよ。
守りを。止まれ、力を、ファッ、いけ、とどめだ、エッ、ファッ、ファッ、そりゃ、エッ、いくよ、エッ、これでもか、エッ、ファッ、グラゲッ、ファッ、ファッ、フェッ、とどめだ、ファッ、Thank you.
これがキーブレードの力だ。